ローエンとウィンガル？話があるとか。あなたはブースターを体内に埋め込んでいると言っていましたが、なぜそのような真似をしたのですか？なぜ？そうだろうな。あなたには永遠にわからないだろう。あなたのような若者がむざむざと。理由は簡単だ。それは私が今でもガイアスの首を狙っているからだ。なん、そのようなことのために？ガイアスは間違いなく王の資質を備えた男だ。ならば俺による選択肢は二つしかなかった。抗うか従うか。あなたは強い人ですね。あなたが弱いだけだ。これまであなたに言われたことを考えていました。やはりガイアスさんは世界を導くだけの資質をお持ちのようだ。ガイアスを支持するというのか？ナハティガル不在の今、ラシュガルを救えるのはガイアスさんだけでしょう。アルクノアとの戦いまでにラシュガルの精鋭を呼び寄せます。よろしいですか？賢明な判断だ。エリーゼ、みんなは？私たちだけです。まだジャオさんがどうしてエリーゼを助けたか考えてるの？はい、ミラもローエンもわからないって。死んじゃった人の気持ちなんて知るかよ。だってさ、違いますからね。こんな風には言ってません。けどティポの言う通り、死んじゃった人の気持ちはわからないよ。でもお父さんとお母さんが言ってた気がするんです。死んじゃった人は精霊に生まれ変わるんだよって。なら目には見えないかもしれないけど、死んじゃった人たちも僕たちのそばにいるのかも。それならやっぱり僕たちが守ってあげなきゃ。なるほど。はい、そうですね。ミラも一人だったの？何？いや、何でもない。気にするな。どうしたの？具合悪いなら少し休もう。なるほど、その可能性もあるな。そうしてみるか。どう？あまり変わらないが、気にしないでくれ。適当に話でもしていればそのうち収まるかもしれない。それじゃあねえ、外の世界ってどんな感じ？エレンピオスか？前に話した通りだが、暑いとか寒いとか
町とか人とかってこと。よく知らないな。何か変だろうか。うん、ちょっとぐらい何かあるかなって思っただけ。昔だから忘れちゃったのかな。うん、確かに覚えていてもいい気もするが、私は知らないと口にしたな。うん、ああ、そんなに考え込まないで。軽い興味だったから。わかるのはジンがはびこっている世界だということだ。どうしてゲートを使わないでジンなんて使うんだろうね。きっと彼らはジンに見せられてしまったんだろう。私も一つ君に聞きたいことがある。ん？何？君は、うん、うん、何を聞けばいいのだろう。どうしちゃったのさ。お二人、船の準備が整いました。城へお戻りください。それじゃあ戻ろう。うわミューズ、柔道を脅かすな。ねえミラ、少し二人でお話ししたいの。いいかしら。それじゃあ僕は先に城へ行ってるね。あれ？ミラは一緒じゃないの？ミュゼと話があったみたいなんだ。お待たせしました。もういいの？ああ、全員揃ったな。それじゃガイアスのところに行こうぜ。お待ちください。皆さん、この戦いガイアスさんたちも本気のようです。準備だけは怠らないようにしましょう。うん、そうだね。ミラ、イバルのことだけど。そんな小声でどうした？だってイバルって地獄耳なんでしょ。そういえばワイバーンで現れた時もしっかり我々の会話を聞いていたな。聞かれてはまずい話なのか。心配いらないって。本当に耳がいいのはワイバーンだよ。あいつらは風の精霊術を使って数十里先の音を聞き分けるらしい。巫女殿はワイバーンが聞いた言葉を教えてもらっただけだろうさ。そうなのか。巫女殿が地獄耳だったらもっと空気読めるはずだろ。はあ。でイバルの話とは？なんで耳がいいのに空気読めないのか不思議だったんだけど。うん、今聞いた通りだ。こんな鉄の塊が空を飛ぶなんて、なんか怖いね。そう？僕はどういう仕組みなのかすごく興味あるけど。私もですよ。空飛ぶ船に乗れるとはワクワクしますね。はあ、男子ってなんでこういうの好きかな。本当にこんなもののどこがいいのでしょう。ねえミュゼ、この船落ちたりしないよね。さあ、でも。でも別に落ちても構いません。私飛べますから。よし、しがみついてやる。カンバルクの名産って何かあるのかな。
わかりません。こんな寒い場所にあるんでしょうか。美味しいものだったらいいな。美味しいものがあるんですか。探しに行こうってば。あ、待て。こんな時だからこそ彼女たちのありようはこちらをほっとさせますね。やばいよ、なんで今思い出したんだろう。レイヤ、その焦り方、嘘だよね。ソニア先生じゃないよね。家を出る前、お母さんにお使い頼まれてたの忘れてた。ずいぶんと前の話じゃないか。今さら焦っても仕方ないだろ。泣いてる場合じゃないよ。何か考えないと。そうだ、カンバルクメーカーのあれ、ガイアスまんじゅう先生に送ろう。それだ、甘いのでごまかそう。生き残るんだよ、柔道。おい、柔道、レイヤ。今の状況を分かっているのでしょうか。私たちが口を出すことではない。家族のお話だったようだからな。家族？人間に詳しいのね。この旅でいろいろ見てきたからな。ミラ、私はマクスウェルが家族であることを誇りに思っていますよ。家族？そうか、家族なのだな、私たちは。以前、家族がいたらどのようかを考えたことがあった。どうでした？マクスウェルの使命とは違う。これまでに感じたことのない感覚、安心。それが一番近い感情だった。なぜ笑う？そういうお前は私をどう思っている？難しい質問ですね。家族という概念は理解しているけれど、あなたと同じ感覚かは分かりません。はぐらかしているのか。それに私を誇りと思ったことと矛盾している。あら、不思議ね。なんというやつだ。私の願いに反応し現れたというのも本当かどうか。マクスウェルの命を実行すること、私はこの役割が何よりも大事ですよ。ミラ、ミズ、ごめん。僕もパニックになっちゃって。気にするな。うん？二人が不思議に思ってましたよ。精霊にとって重要なのは存在。つまり存在意義、使命。それは人とて同じだろう。しかし、時として使命に勝るものもあるのだろう。使命より？いや、それすら使命なのかもしれない。生きるということは。そう、よくわからなかったけど、何か納得できたのならよかったわ。